はい、続いてのコーナーは越境セオザライブ、第10回フィリピンということで、今日はフィリピンのお話をお届けしたいと思います。ゲストに招きましたのはジェリーフィッシュ副社長の平さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ジェリーフィッシュさんといえば、はい、フィリピンで初めての日系留学センターをマニラの方に立ち上げまして、はい、で今フィリピン人 の, その人材育成、人材開発、はい、まあ、そういったのと日本とここでつなぐお仕事をされています。はい、はい、あの詳しくは飛田さんの方からまたちょっと会社の紹介なんかをお伺いしたいと思うんですけど、飛田さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはそのジェリーフィッシュさん の,、はい、このお仕事の紹介というか、はい、そういったところから、まあ、僕ちょっとさらっと言っちゃいましたけど、はいはい、もうちょっと詳しく。はい、分かりました。当社はベトナム、フィリピン、あとインドネシア、とあと日本ですねに事務所を構えてまして、はい、現地の日本に留学をしたいという学生さんに対して、日本語教育の初級ですね、はい、の日本教育を行い、その後日本の教育機関さんにご紹介をするという仕事をさせていただいております。はい、どうですか、やっぱりそのアジアの国々では今お話したようなフィリピン、ベトナム、インドネシア、はい、そのあたりっていうのは日本語学びたいっていうそのニーズは結構大きいんですかね。そうですね、近年ちょっとこう英語に押されつつあるというか、やっぱり英語圏に、向いてる学生さんかなり多いんですけれども、まあ、一定のニーズで日本の文化とか漫画とかですね、そういったところに興味を持つ学生さんはかなり、まあ、まだ多いと思います。はい、僕ジェリーフィッシュさんのホームページを見たんですけど、なんかフィリピンって世界で10番目に日本語学習者が多い。そうなんですよね、実は。はい、第二次大戦の時に日本軍がこうかなり攻めたという背景がありまして、日系人もかなりまだ多くですね、その時に、はい、移住した日本人とあとフィリピン人のご子息ですね、日系人もかなりまだいるというような状況だと思います。はい、でそういった人たちがフィリピンでそのじゃ日本語を学びたいっていうんでジェリーフィッシュさん の, その留学センターにお問い合わせとかをして、はいはい、そうですね、はい、日本側の受け入れする学校を紹介して、はい、そうです、はい、そういう感じで、まあ、フィリピンの場合ですね、まあ、こう出稼ぎ大国みたいなイメージがまあありまして、なかなかこう留学で海外に行くっていうような常識感覚がまだないんですよ。でこれは日本に対してもそうでしょう、オーストラリアとか、シンガポールとかアメリカ、カナダもそうなんですけれども、まあ、そこの部分である程度今フィリピンの経済はかなり良くなってきているので、そのいわゆる富裕層のご子息に対して、まあ、教育に対するこう熱がですねかなり熱くなってきているので、そこのターゲットをこう取っていこうということをまあ今考えております。なんかフィリピン今すごいらしいじゃないですか、経済成長もその国民の所得もこうやってぐん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 。そうです ね, ね、かなり、アジア通貨危機の時もこう他の国だとかなりこう打撃を受けたっていう話があるんですけれども、フィリピンの場合こう出稼ぎ大国なので、海外からのお金でこう経済があまり落ちずにずっと着実にこう伸びてきたという背景があると聞いております。はい、中東の方ね行ってもフィリピン人がすごくよく働いてますもん。どこの国行ってもいますよね、フィリピンの方。そうですね、大体そのホテルの例えばレセプションとか、はいはい、レストランのウェイター、ウェイトレスとか、はいはい、あとなんかその生バンド演奏やってるそのパブとか、ね、はいはい、ああいうバンドマン、ミュージシャンとか、大体その手のお仕事ついてる方ってフィリピン人多いですね。多いですね、多いですね、はい、そういう方からの、まあ、海外送金というのが ものすごい、まあ、大きな国で。そうですね、10人に1人が出稼ぎに行ってるって言われてる国なので。10人に1人、はい、まあ、かなりの GDP に占める割合はかなり大きいと大きいと思いますね。はい、今日写真いくつかご用意いただいたんですけど、まずこれ1枚目の写真から見てみましょう。こちら、はい、こちらなんかこれはニューヨークですか、これは。これは僕たちの事務所の近く の, 町の一角を撮ったんですけれども、はい、オルティガスという場所ですね。オルティガス、はい、これマニラですよね。そうですね、マニラの割と中心部なんですか。はい、今新都心みたいな形で言われているような地域で、マニラの中心部ではないんですけれども、まあ、コールセンターとかですね、ああいった、アメリカ系の企業がかなり多く入っていると言われている地域です。はい、これ、これもあれですか、フィリピンですか。はい、これ中心部ですね。大都会ですね、本当に。ぱっと見、香港ですって言っても分かんないこれね。分かんないですね、はい、はい、これちなみに一番高いビル、この写真の中の一番高いビルって
これ何階建てぐらいなんですか。相当でかいですよね。相当でかいですね。基本的にもう全部高層ビルばっかりなので、僕らのところも30階建てのビルですから。あ、30階建て、はい、だいたいまあどこのビル見ても30から40ぐらいはあるような感じですね。いや、これがフィリピンっていうの多分見てびっくりする方多いんじゃないですか。どうでしょう。そうですね、まあ、日本人のフィリピンに対するイメージがですね、やっぱりあまりこうまだ進んでなくてですね、どうしてもこう女性とか夜のお店みたいなイメージが強いんですけど、実際もうマニラ県はかなりですねこう経済が発達してまして、はい、経済発展してるって言っても、はい、意外と結構不動産の物件がそんなに高くないっていうのは以前。そうですね、もうかなり今値上がりしてるようなんですけれども、ベトナムとかに比べるとまだまだ安いというか、平米あたりに対する単価っていうのはかなり安いと聞いております。でも今写真見るとベトナムよりもフィリピンの方が全然なんか不動産開発とか進んでる感じがしますね。そうですね、はい、大都会ですよね。経済の規模的にはもう全然遥か上を行ってるのかなと。ですよね、はい、今一人当たり GDP って3000ドルぐらいは行ってます。まだ行ってないですか。2400ドルぐらいだと思います。2400ドルぐらいか、はい、インドネシアが確か3000ドル超えたんですね。3000ドル超えてます、はい、なんか一人当たり GDP が3000ドル超えた瞬間がなんかものすごいその電化製品とか車とか家とかが売れる、ね、はい、中間層の拡大がこうかなり広がると、うん、もうすぐ3000ドルなんだフィリピンは、はい、これから面白そうですね。そうですね、もうメトロマニラ圏というマニラの都市圏は、うん、もう本当にシンガポールの経済規模と、あ、すみません、マレーシアですね、マレーシアのクアラルンプールとほとんど変わらないと言われるぐらいなんで、ただまあちょっと地方になるとやっぱりまだ貧富の差がかなり激しい国なので、そこの部分のバランスでまだこうちょっと伸びが足らないという形だと思うんですけど。やっぱりその貧しい層っていうのもまだまだだいぶいるんですか。いますね、やっぱりベトナムとかインドネシアと違って一番多いのが物乞いがまだやっぱりこう都市圏にいるので、はい、都市圏にその例えばインドでいうとこのスラムみたいなものっていうのは。あ、スラムありますね。ありますか、はい、すぐ近くにゴミ収集のこうゴミ山みたいなものがあって、あそこに住んでる、はい、フィリピンの先ほど富裕層の方を今ターゲットにっていうお話だったんですけれども、はい、具体的に富裕層の方ってどういうご職業の方が多いんですか、フィリピンだと今。まあ、大きく分けて、まあ、2つありまして、はい、1つはまあ自分で商売をされていると。企業家ですか。企業家ですね、という方と、あともう1つは外国の会社に働いているとお父さんが、はい、アメリカ系の会社だったりとか、まあ、あと銀行系、アメリカの銀行系もかなり多く出ているので、まあ、そういったところでこうマネージメントやってますとか、あとは外資系の船乗りさんというんですかね、船長とかですね。船長、はい、そういう方がやっぱかなりお金的にはお金持ちなのかなと、はい、船乗りさんっていうのは大きな船の。大きな船のですね、はい、豪華客船とか。そうです、そうです、はい。フィリピンで男性、まあ今はもうちょっと変わってると思うんですけど、昔はですね、女性は看護師、介護士、まあ看護師ですね、ナースを目指すと、男性は船乗りを目指すと。で、看護師になると、まあ、カナダとかアメリカ、ドバイ、香港ですねの病院で働けると。で、船乗りも世界でこう働けるということで、こうなるべく海外に出やすい職業が非常にこう人気を集めているというのも一つの特徴なのかなと。はい、なんかフィリピン人ってその英語がすごいネイティブに話せるのがすごい多いっていうのと、はい、あとサービスとかすごいきめ細かいですよね。はい、そうですね。で、笑顔がなんかものすごいもうバンコク共通の、ね、世界共通の笑顔を持ってるんで、はいはい、でそういった今看護師さんとか、あとメイドさんなんかもすごいですね。そうですね、多いですね。そういった方々が、まあ、海外に出て海外から出稼ぎっていうのが一つと、あと、まあ、ものすごい所得の大きな多い方々っていうのは企業家か、そうですね、海外でお仕事されてる人のご子息とか。そうですね、はい。で、まあ、そんな中でその日本への留学へのニーズっていうのも、はい、まあ、ものすごい増えてるということなんですけど、はい、そちらの方をちょっといろいろ写真またご用意いただいたんで、はい、その風景なんかもまたCM さんで後半の方でお聞かせいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。一旦コマーシャルです。
はい、越境せよザライブ第10回フィリピンというテーマでお届けしております。後半も引き続きゲストはジェリーフィッシュ副社長の平さんです。後半もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。フィリピンの経済成長がもう著しく、富裕層なんかも急激に増えてて、はい、という中でその留学の需要、フィリピンから日本への留学需要も増えてますということなんですけど、ちょっとそちらの方写真また何枚かご用意させていただきました。はい、1枚目じゃあこれは何の写真でしょう。これは大学の先生方が来られて、学生の面接をしているところですね。右側が学生で左側が先生なんですけれども、大学というのは日本の大学の。はい、そうですね。なんか右側の方がなんかあれですね、日本人っぽいような気がしますけど、す右側がフィリピン人の学生、はい、はい、チャイニーズ系の方ですね。はい、でじゃあ日本の大学でフィリピン人の留学生をその、まあ、受け入れるよっていう方はフィリピンまでやってきて、はい、フィリピンで一人一人面接をしてっていうことですか。そうですね、基本的にはしっかりまあ学生見ていただかないと、こう入国した後なんかトラブルがあっても大変なので。あ、はい、これ面接の時っていうのはどういう質問をしたりしてるもんなんですかね。まあ何やりたいかとかですね、将来何やりたいのかとか、なぜこう日本に行きたいのか、卒業したら何をしたいのかとか、ういうところがこう基本的な質問事項になりますね。もうそれ夢とか希望ですね。はい、はい、そうですね。どうですか、フィリピンの学生っていうのはやっぱ日本の学生と比べてどうですか、その辺。やっぱり夢とか希望とか日本人の何倍も持ってる感じがするとかあります、そういうの。どうですかね、基本的には、まあ、100人いれば、まあ、日本の学生もそうなんですけど、優秀な、まあ、こう思いが強い学生もいれば、ちょっとこうよくわからない学生もいればっていうのは、まあ、フィリピンでもアジアの国どこでも同じなんですけれども、ただ、まあ、順応力は日本の学生よりは強いと思うので、日本に来てからこう劇的に変わる学生っていうのは多いですね。はい、まあ、いい意味でも悪い意味でもなんですけれども、はい、その彼らは日本に留学する意味っていうのはどういうところに意味を求めていくっていうような人が多いんですかね。やっぱりこう卒業後の自分のキャリアを上げるため、まあ、いわゆるその日本語の能力があって母国に帰ってもある一定の仕事に就けるとかですね、こう自分で道を切り開ける一つの武器になるというところでこう日本に来られる方が多いですね。はい、結構フィリピン国内でも日本語って通じるんですか。通じるんですけれども、やっぱり発端がですね、昔バブルの時にこうフィリピンの女性がかなり日本に多く来た、その女性たちがまあ戻って、こうそれで日本語をこう普及しているようなイメージがやっぱ強いので、まあ、日本語はこう通じるんですけれども、どうしてもこう夜のお店の日本語にこう近いような、はい、昔フィリピンパブっていうね。そうですね、はい、そういうなんかこう発音とかイントネーションが多いのかなと思いますね。はい、で次これ2枚目の写真なんですが、こちらは何の写真、はい、これが事務所ですね、僕たちの事務所の写真になります、ね、でかいビルですね。そうなんですよ、これ、まあ、結構日本で借りたらですね、結構うわーっていう感じなんですけど、まあ賃料はそんな高くなくて 4,5 万ぐらいでこの一角は借りれると。 4,5 万円ですか。円ですね、はい、そんな安いですか、はい、4,5 万円。スペースがそんな大きくないんですけれども、ちなみに広さどのぐらいなんですか。広さどれぐらいですかね、そんな多くないです。30平米、40平米ぐらいだと思いますけど、ね、いや、あ、でもそれで十分ですよね。30平米、40平米って言ったら、だって全然普通にオフィスとして、机どうだろう、いくつ置くだろう、っていうぐらいね。そうですね、はい、スモールオフィス出てきちゃいますよね。どうですか、フィリピン事務所。いいですね。はい、4,5 万円、はい、そんな安いですか。安いですね、はい、しかもこんな綺麗な大きなビルがね。結構マニラの都心なんですか今の。僕たちの事務所はオルティガスっていう場所にありまして、でそこが、まあ、マニラからはちょっと離れてるんですよ、まあ、タクシーで行くと渋滞してるともう40分から1時間ぐらいかかるところなんですけれども、まあ、コールセンター街って言われてる場所で、かなりアメリカ系のコールセンターの企業が出てるという場所になってますね。いや、マニラって結構広いんですか。結構広いですね。はい、いいですね、 4,5 万ってびっくりしましたね。ねえ、オルティガス、はい、オルティガス、はい、オルティガスか。いや、僕は6月の8日から12日で新興国企業塾ペムスの視察ツアーで、はい、みんなと一緒にフィリピン行くんですけど、はい、その時にぜひこのオルティガス行って、はい、ぜひこのジェリーフィッシュのね、平さんのオフィス、はい、ぜひ来てください、よろしくお願いします。写真楽しみしてます、うん、平さんいらっしゃいます、その時期。あ、僕います、はい。あ、じゃあもう平さん訪ねて遊びに行こうかな、はい、ですね、はい、で平さんのオフィスに訪ねるとこんな人たちが出迎えてくれるわけですよ。
そうですね、はい、これスタッフですね、うん、これあの働いてる方々ということなんですけど、はい、ちょっと簡単に左側からちょっと紹介していきましょうか。はい、まあ、あの左から、左一番左のこと、はい、その次のこと、はい、その次 の, あの男の子までですねが、現地で、あと右一番右の女の子ですねが現地で雇用している子たちで、あの日本、あの男の子ですね、日本って書いてある T シャツ着てるのは、はいはい、彼はあの日本語がちょっと喋れると、あ、はい、まあ、コミュニケーションは取れるかなという感じですね。でその彼の右側にいるのが、今現地で責任者やってるマネージングダイレクターやってる、まあ、ジョニーという人間なんですけれども、彼はあの当社の東京の方でもう3年ぐらいですかね、ずっと働いていて、でフィリピンの立ち上げで、まあ、現地の社長として赴任しているような形ですね。これあのフィリピンの法人を立ち上げる際に、はい、その現地人をその雇用するところとかで結構苦労とかしませんでした？基本的に僕 の, その海外進出のやり方としては、うん、まあ、現地の社長にある一定のこう権限を渡して、うん、そんなにまああの私の方がつべこべ言わずにやっていくっていうやり方を取ってるので、うん、まあ、彼はだいぶ苦労してると思うんですけれども、うん、直接僕のところにこうあんまり上がってこないというかですね。あそっか、じゃあ言ってみればフィリピン人は結構なんだ、ある程度の権限を渡ればものすごい責任感、あ、すごい責任感ありますね、はい、うん、まあ、あのベトナム人も、まあ、どこの国の人もそうですけれども、うん、まあ、あのマネジメントに関しては多分どこの国も世界共通というかですね、うん、きっちりこう考えるフィールドを与えてると面白く仕事ができるのかなというふうに思いますね、はい、そうか、ある程度も任せてしまった方がそうですね、いいんですかね、はい、で続いての写真、4枚目の写真です、こちらです。これはこれはあのいやこれは、留学する学生ですね、ちょうど4月に入国し、もうすでに日本に入国してきてますけれども、うーん、4月に、日本の学校に入った学生さんたちですね、はい、なんかみんなすごい初々しい、なんか夢と希望に満ち溢れた、うん、そうですね、なんか笑顔がしてますね、はい、これが日本に入ると髪の毛を染めたりですねいろいろこう日本ナイズされてくるんだ、目覚めちゃうんですね、はい、はい、日本のどのあたりの大学にあれですか、留学されるんですか？まあ、あの学力によってこうだいぶ差はありますけれども、あの、まあ、彼ら今、その大学の付属機関の日本語学校で、日本語を勉強して、まあ、1年半後か2年後くらいですね、に大学受験をして日本の大学を目指していくという方々になります。あ、一応日本の受験をするんですか？あの日本人と全く同じ科目ではなくてですね、留学生向けの科目、受験用受験テストっていうのがあるので、それを受けて、まあ、あの合格すれば進んでいくと。うーん、だいたいその年間何人ぐらいの学生が来るんですかね？まあ、フィリピンはですね、年間でやっぱ まだ少なくてですね、50人、60人ぐらいなんですけれども、まあ、かなり今日本の、日本の学校に入る留学生の数が増えてきているので、まあ、特に ASEAN 圏からですね増えてきているというところなので、まあ、なるべくフィリピンもマーケットを拡大できるようにちょっと頑張っていきたいなと。やっぱりまだまだあれですか、ベトナムとかインドネシアの方が多いですか？ベトナムは異様に多いっていう感じですね。ベトナム多いんだ、はい、もう中国と同じぐらい肩を並べるぐらいまでの数が来てますから。あ、そうなんですか、はい。ここまでのお話聞いてると、あのフィリピン来たいって人多分すごく出てきてるんじゃないかと思うんですね、はい、フィリピンで何かしたいとか、はい、はい、いやもう本当いいと思いますね。あの英語もやっぱあの基本的にコミュニケーションが全部英語なので、あのタガログ語という言語がありますけど、僕らのスタッフもあまりタガログ語を話したがらないというか、なんかこう英語を話せるのが、こうなんていうんですかね、最近の流行りというかですね、そういう感じもあるので、まあ英語も非常に勉強になりますし、購買力がやっぱ高いので、日本のサービスだったり商品だったりっていうのを売るにはですね、まあ、非常にいいんじゃないかなと思いますね、はい。あとあの中小企業とかその個人零細企業にとっては、はい、やっぱり他のまあ ASEAN の国よりも意外とフィリピンの方が進出しやすかったりするっていう。そうですね、ありますよね。まあ、政府がこうガミガミ言ってくるとか、まあ、ベトナムだとよく聞くんですけれども、うん、あまりやっぱそういったのも少ないですし、もうあのフィリピンの方がですね、常識論がある程度できているので、まあ、非常にマネジメントもやりやすいと思いますし、はい、インドネシアとかになるとまた、ね、逆になんかなんだろう、その製造業とかインフラ系の企業が多いじゃないですか、日本からで。そうですね、インドネシアはそれに加えてこう外資だと資本金が3000万以上ないとダメですよとか、まあ、そういったこう制約もかなり強くあるので、まあ、そういったことを考えて、フィリピンももちろんあの株主がフィリピン人ならダメですよとかありますけれども、
まあ、そういったことを考えてもフィリピンが一番こう会社の作り会社を作ってスタートするまでは早いかなと思いますね。なるほど、はい。でまあ、そういったその日本からフィリピンに行きたいとかっていうその個人とか企業のために、はい、日田さんのところの会社でそのフィリピンの情報なんかもインターネットで発信してますよね。はい、はい、そうですね。サイトの名前何でしたっけ。Facebook ですか。Facebook でしたっけ。はい、Facebook で、ジェリービッシュって打っていただくと、はいはい、あのフィリピンに関わらずですね、アセアン圏の、ね、はい、情報出てますので、はい、皆さんジェリーフィッシュで、検索していただければ、そういったアセアン関係の情報色々出てきますので、ぜひ皆さんご覧になってみてください。ということで、ちょっと6月フィリピンに行きますから、はい、ぜひお待ちしております。皆さんちょっと向こうで再会しましょう。はい、はい、よろしくお願いします。というわけで、このコーナーは、越境セオザライブ第10回フィリピンということで、ジェリーフィッシュ副社長の日田さんをお招きいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。一旦コマーシャルです。